やハロー、どうもおはようございます。アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーです。はい、現在2月22日水曜午前9時3分ですね。さあ、では続き見ていきたいと思います。千代ちゃんの通学路8話ですね。 D アニメストアです。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また本編中に、広告が入ってくると思いますので、誠に申し訳ございませんがご了承のほどよろしくお願いします。もしくは1回普通に見ていただいた後に、こいつどこであんなどんなリアクションしてるかなっていうのをね、確かめていただければなと思います。ではいきます。3、2、1、スタート。しかし毎回大爆笑してますね、このアニメ。おもろい、ほんまに。特に6話の千代がマナナを脅かそうとして川に落ちそうになるところね、マナナにボロカツ言われて泣くシーン、おもろすぎて、あそこだけ10回ぐらい見てます。大空直美さんの泣きの演技がおもろすぎてね。デンジャーインマイ通学路、もうこのちょっとタイトルも若干つぼってます。前回安藤の妹出てきましたね。何だっけ、千春やったっけ。ゆきちゃんは気にしない。細川さんね、ほな。これは陸上のあれやね。コスチュームっていうの？おお。逆じゃない。おお。
何？喜ぶんちゃう？レインメーカーポーズやん。ソフトテニス部やん。あ、なるほど。結構歩いてるな、ほんなら。そう、あ、クラッカーか。どこで着替えたい？あ、何？スクミズ来たの？ボールがちゃうよな。チオフィッシャー。
これサスケのスパイダーウォークやん。誰やったっけやな。ああ、めっちゃ痩せてる。あ、そうか、今ダイエットのページ見てたもんね。あ、ここ次回動くだったな。いや、これ落ちたら死ぬぞ。これまた歯ブラシのおっさんや。これ窓閉められたら手がガーンっていくんちゃう。パルクール、どうやって降りんねんこれ。いや、これほんまに何やってんねんこれ。えらいとこに喫煙スペースあるな。あ、弁当の。
ええー、こや。屋上まで来たんか。あ、逆の。そうやな、普段千代ちゃんやもんね。これよう飛び越えてきたよな。ああ絶対遅刻やろ、ほんでこれ。屋上やったらレアアイテムは友情やった。さっきのおっさんやん。こや。いや、このおっさんもええおっさんよね。おう。ももちゃんのお話。風景やね、ももちゃん。篠塚桃だっけ。友達いいもんね。
風紀に入る前の話かこれ。初めてしんみりする話だったな。あ、内田修さんいたね。モブに。ミア・テイラーね、あの虹ヶ崎学園の。あ、呪文堂。あ、呪文堂や。あれ、呪文堂ってあれやね、本月の下克上の。どう出てくんな。サムネイルもおもろいな。これ誰やこれ。サムネイル。よし。はい、まあまずは。チオ・フィッシャーの前か。あれちょっと急に飛んだぞ。あれやな、ユキちゃんは、気にしないか。なんかほんまつい最近たまたまね、ニュースで見たんですよね。なんか今女子高生やったかなのなんか陸上競技場にその盗撮犯がいっぱいおるみたいな、あのニュースたまたま見たんで、あの格好のまま出歩けるってすごいなと。ああ、取り締まりも大変みたいなんでね、あれ。あの格好のまま、確か街中では絶対見えへんね。あれは陸上の試合の、なんつったんやろ、あれの、ユニフォームでええんかな。まあ、それは軽い方がいいやろしね。ただ、あれを全く気にしないユキちゃんは、すごいメンタルの持ち主やね。まあ、それに完全に巻き込まれたのが、千代ちゃんの、ソフトテニス部のアンダースコート姿ですか。あれクラッカーとかいつの間に凍ってたのね。やっぱ職業部みたいなもんで、このパーンと音に反応して走っていってまうのな。まあそして、次があれはスパイダーウォークね、サスケの。結果的になんかええおっさんが、心のいいおっさんが騙されて泣かされただけの話やったし。でまた千代ちゃんのあの泣き、まあ6話のちょっと泣きよりはあれやったけど、おもろかったね今回も。まあほんで最後は篠塚桃が風紀委員に入るまでのなんかしんみり話ね。そう、こういうね、あのただただ笑えるギャグアニメの中に急に来るああいうしんみりっていうのはなんか感動もこう倍増するというか、あれもうちょっとあと3分ぐらい長かったらもしかしたらルーセン行かれてたかもしれんなと思った。で、モモに友達ができひんのは、まあそういうことなんやろうね。きっとその、人が良すぎて、
おせっかいしすぎるというか。いやー、なんか友達できてほしいけどね。なんかこう、もものこう、なんか、なんやろ、熱い友情シーンなんて来たら、これ、涙腺行くかもしれんなと。まあ、そんなことを思わされる、話やったかなと。はい、ということで、千代ちゃんの通学路8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。で、普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてるんですけども、現在はコロナの影響により約3年間仕事がまともにない状態です。で、今も48連休確定中の、今日が39連休目ですね。今のところゴールデンウィークも何にもありません。もうただただやばいです。で、どんだけね、髪の毛が長くなってるか分かると思う。38日、39日でね。で、今、貯金生活してるんですけども、10月以降、インボイス制度により、さらに窮地に追い込まれる予定ですね。まあ、そんなも不安しかない日々の中で、アニメのリアクション、一応毎日頑張ってます。今日で1063日目ですね。ただし、おととし8月18日から、2020年4月頭にかけての、約1年5ヶ月分、推定2000本以上の、リアクション動画、自らの手で削除させられるという苦行を味わってます。まあ、そんな悲劇を乗り越えてやってるんですが、このチャンネル13年以上使ってるんですが、このパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に、新たに本職のチャンネル立ち上げて、そっちも運営してるんで、ぜひ応援してやってください。毎日19時に1本動画投稿してます。そして URL を説明文に載っけてるんで、ぜひ1本でも再生していただいて、チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。はい、で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。